ヴィンチェンツオ・モンテッラは、イタリア・カンパニア州、ポミリアーノ・ダルコ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。元イタリア代表。ポジションはフォワード。1990年、当時、セリエ C1 のエンポリ FC でデビュー。ジェノア CFC を経て1996年に、UC ・サンプドリア移籍。ロベルト・マンチーニや、フアン・セバスティアン・ベロンらと共に攻撃陣の一角を、 二内、セリエーション年度でありながら22得点を記録。1999年に A.S. ローマ移籍。控えに回ることも多かったが、高い決定力でスーパーサブとして活躍し2000から01シーズンには、ローマの18年ぶりのスクデット獲得に貢献。2004から05シーズンは好調で、得点を起こそ逃したもののリーグ3位の21得点を上げた。 2006から07シーズン途中にプレミアリーグのフラム FC に移籍し、自身初の海外でのプレーを経験した後、サンプドリア、ローマとフルスを渡り歩いた。2009年7月2日、現役引退。イタリア代表では UEFA 欧州選手権2000、2002年 FIFA ワールドカップに出場するも、熱い FW 陣の中にあって、活躍の機会は少なかった。 エースローマ暫定、監督時代 AC ミラン監督時代引退後、ローマの下部組織の監督に就任した。2011年2月21日、トップチームのクラウディオ・ラニエリ監督が、成績不振で解任され、その後任監督に就任した。就任時から順位を2つ上げて6位で2010から11、シーズンを終え、シーズン終了後に契約満了で退任した。 2011年6月9日、カルチョ・カターニア監督に就任した。カターニアを11位で残留に導いた。その実績が認められ、フルス・ローマから監督就任の打診があったものの、2012年6月11日にアッコフ・フィオレンティーナ監督に就任。多くの新加入選手を迎えてのシーズンとなったが、注意に低迷していたクラブを、 スペイン流の攻撃的サッカーで躍進させ、3年連続で4位に導き UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。その活躍からアントニオ・コンテラと共にイタリアを担う次世代の名称候補として注目を浴びている。2015年6月8日、フロントとの関係悪化によりフィオレンティーナの監督を解任された。2016年6月29日、 AC ミランの新監督に就任し、同年イタリアスーパーカップで優勝を果たし、UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。2017から18シーズンは、チームが大型補強を行ったものの、第14節終了時点で7位と低迷し、2017年11月27日に、監督を解任された。2017年12月28日、 セビージャ FC の監督に就任。2018年4月28日、国王杯では決勝進出、チャンピオンズリーグではベスト8と結果を残したものの、リーガでの成績低迷を受けセビージャ FC の監督を解任された。2019年4月10日、アッコフ・フィオレンティーナの監督に4年ぶりに復帰した。しかし、第17節終了時点で14位と低迷し、 12月21日に解任された。得点を上げることに対して貪欲であるだけでなく、テクニックも高い。ローマで共にプレーした中田秀俊氏が、ローマで一番テクニックのある選手と評したこともある。元日本代表の大国まさしも、プレースタイルを参考にしていると語っている。得点を決めた後に両手を広げて、ピッチを駆け回る、飛行機のパフォーマンスで知られ、 アエロプラニーノの愛称を持つ国際 A マッチ20試合3得点ありがとうございます。